なんだこいつ、え、でかいくないこの猫、なんで泣いてるんだ、あ、子供を探してるのかな、私猫になってあげよう、え、なんでだろう、じゃあ誰かを探してるんだきっと、じゃあ探してきてあげる、多分この子の、あ、君だ君、かわいい、いや出た出た、ジュニアスが、やばって猫ちゃんオッケー、ほら気をつけ、連れてきてあげたよ、もう迷子いない、っていうかその距離なら探せよちょっとは自分で動いてよ、初めて見るねこのタイプの猫、浜辺南の迷子の子猫ちゃん、オッケー、え、待って、このマリオ可愛くないこの会いたくて会いたくて震えるマリオ可愛くない、おお来た、待って、この猫たちもヤバくなんのかな、猫ってね夜中になると怖くなるんだよね、え、どうなるんだろう、え、運命の一瞬はマリオすごい顔光ってる、油ぎっしゅ、うわ、うおー、猫ちゃん、あんなにか、あー、ジュニア、猫に対して当たり強い男ナンバーフォー、猫ちゃん、猫ちゃんじゃねえ、ジュニア、さあなります、おそらく今日が最終決戦でしょう、なんと皆さん今日2月14日バレンタインデーの日だね、いや、みんな何個もらえるドンマイス、いや、そうだよね、しかも今日はね、なんとね、言い訳としてはね、日曜日なんだよね、学校がない、これ学校ある人だとなんかすごいみんなのマドンナ的存在っていうか、なんか明るい的存在、明るい的存在の人からああいうのないですか、うわ待って、これ当たるとやだな、なんか毎日配るみたいな人いない、毎日全員にあげるみたいな人いない、そういう男女隔てなくあげるよみたいな、そういうなんていうの、おお、モテるモテる、でもみんなはモテない、やばい、怒られる、怒られる、みんなごめんなさい、あー、ちょ待って、そっち行かないで、間に合って、チャシュヘッツ、オッケー、採用、これね、みんなに配る無料配布席みたいな、いや、そういう人って嬉しいのかな、みんな、みんな嬉しいのかな、そういう、やばい、なんていうの、愛情がこもってないって言うとあれかもしれないけど、でもやっぱもらえるだけ、うー、嬉しいみたいな、みんなどうなんですか、オッケー、やばすぎ、やばすぎ、オッケー、ナイス、そっち、待って、そのさ、そっち行くのずるくない、その、ここは、動き遅くなるから、チャシパチ、チャシパチ、チャシパチ、動き遅くなるから行きたくないんだよね、チャシ、うわ、やばすぎ、リトルチャーシューはやばすぎ、あ、猫ちゃん、猫ちゃん、あれ取ってこいよ、私、っていうか、お前、いいね、食らってから取ろう、なんで食らってから取るかって言うと、ここ、お、蹴れんのかい道で、ここで成長期、そう、すごいでしょ、頼め、おわ、また半分モードね、この前ね、裏ボスあんのかなって動画で言ったら、コメント欄に、あ、ちょ、ネタバレになるかもしれない、言っていいですか、言いますよ、コメント欄に社員100個取れば裏ボス出ますよって、本当かな、まだね、発売してこれ2日目とかかな、なんで、まあ、調べれば情報載ってんのかもしれないけど、あんま情報が出てないんだよね、だから本当かわかんないけど、何個だこれ、次何個かまた取んないと、お、お父さん本当にどうしちゃったんだよ、次に会うのが怖くなってきた、だけどもう少しでなんとかなる気がするとジュニアは伝えたいようだ、あ、50ね、50なら、あれさっきの猫ちゃんズは、あれ猫ちゃんいな、あれ帰ってるそう、飼い主の元に帰っちゃったの、お、何これ、あ、密室の道か、オッケー、とりあえず50個集めちゃおうか、なんかずっと雨降ってない、なんかクッパいなくなると、え、いや早すぎないタイミング、出勤時間早すぎるんですけど、しかも今日日曜日なのに、え、私俺猫キャット使えなくない、あー、ちょ、ごめんクッパ今はこのキャットの方がどっちかっていうと興味をそそられてる、ごめんねクッパ、君は今日相手にしないで動画外で喋っといて、オッケー、さあ、また、あいつ発射早すぎなんだけど、リレーの選手ガチ勢か、来ました、ケケブサンシャイン、あ、でもこれであれになるわ、あ、南、ちなみにこれ東と北捕まえたかな、そうなんだよね、多分東西南北全部いるんだよね、え、またこれ、あ、でも雨止んでる、あ、これどうやって飛んのみんな、そう、これパート1でこれどうやって飛んだ、上から落ちてくるんじゃない、
あ、みんなこれ撮ったらちょい今スキップしちゃったんだけど、道出てるわ。さっきの黒いとこ取れて、こうして、なるほどね、普通に炭を取ってから行くっていう、なるほど、その考えなかった私。そうだよね、ここ全部の炭多分なくなったわ。見渡せば全部、ほら、あー真ん中、あそこが最後解放されるんだ。なるほどね。みんなまたクッパ出てきて、これで来ました、50個目だね。50個あれば来ました、おそらく最終決戦行ってこいよ。待って、クッパいるうちに、あいつネッシーいなくなってる、ネッシーいなくなってる、悔しい、くそ、あそ、あ、いたいたいた、ネッシー、クッパ、よう、クッパなんかね帰んないんだよね、地元に。あ、クッパのおまたロードできてんじゃん、失礼。うわ、来たね。あ、だから、なんか邪魔だ、デブ、デブ。オッケー。さあ、どこにあるギガベル。あった、待って、クッパ帰んないで。やばい、待って、クッパ帰んないで。オッケー、なんかずっといるわ。なんかずっといるモードになってる、多分。残り時間あれで。来ました。もともと猫だったけど、さらに猫になるみたいな。あ、背景もなんか見て。ドス暗くない？さっきあんな紫だっけ？やばい、ベイブレードモード。いや、なるほど。これ持てることが分かったもんね。なんで、うわー、なるほど。ベイブレードモードは無理だわ。ベイブレードモードマジ難しい、これ。ちょ、一応持っとこうか、これ。持ちの、あ、かわいい。あれ、どこにいる、あいつ。あ、いた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 、ちょ、やばい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 。オッケー。うわ、やばい、にゅー、まだ、いけ、やべえ、あ、すごい、い、見た、二段アタック、ひっくり返ってる時にあれをぶつけてダメージを与えて、なおかつ、え、すごい、さすがマリオ攻略 TV。 よし、さっきね、目あため、あた、温めてたんだよね、温めてて、待って、これ間に合うかな、チャシュン、やばい、いや、でもこれもう持ってけるな、でかくならなくていいと思います。いけ、どうよ、これスキップしないわ、右上スキップあるけど、え、どうなんだろう、お、あ、あれ出てる、口から絵の具、え、これ普通のクッパに戻るんじゃない、なんか戻る説濃厚じゃない、しかも空赤いし、いや、その顔何、あ、パパみたいな、なんでこんな空赤いんだ、ラスボスの前兆、マジっすか。いや、でもクッパといえばこの色だよね、なんか懐かしいクッパが帰ってきた、地元に帰ってきた感じ。そう、さっき麺あったまってて、麺できる間割り箸、右手に割り箸持ってたんだよね、で振ってたら割り箸からブーンって落として、割り箸って振るとこんないい音鳴るんだと思って、で50秒ぐらい温めてたんだよね、でその間割り箸振り回したんだよね、そしたら割り箸持ってない方の手に直撃して、一人でいてーってなって血出てきたからね、いる、こんな日曜日に割り箸振り回して血出る人、マジ痛かったからね。あれ、お、なんだあれ、ちょ、ごめんね、クッパ、割り箸トーク夢中、やばい、これ、お、どこ行っちゃうのこれ、なんでだろう、なんで逃げちゃうんだろう、わかった、いずれ逃げなくなる時があるんだ、あ、しかもちゃんとロードがあるわ、栄光の架け橋、これね、みんな、なんとね、このね、あ、取れる、あれ、取れはしないのかな、普通にあれをぶつけるみたいな、多分本当に最終決戦潜れるんだよね、ほら、こんな感じで、だから潜ってダメージを回避するみたいな、そういうこともできる、マジ痛えんだよね、その割り箸ぶつかったとこ、ほんと何やってんだろうと思って、みんな割り箸振り回してみて、めっちゃいい音鳴るからね、割り箸ってこんな可能性秘められてるんだと思って感動したもんね私。うわ、今までのこの道、うわ、これどこ行くと思います、最後おそらく火山のとこだね、クッパといえば火山ステージ、やべ、潜ればいいのに私、なんでジャンプしちゃう、ごめんね、みんな、え、どっち、こっちか、潜ります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 、こんな、来なかった。いや、ぐだぐだだ。あ、潜ります。みんな潜ります。ふっ、まあ、別に潜んなくても、いけ、これ2回目だね。おそらく。これ、コインについてっていい、いいんだね、いい。
コインを信じろ、自分は信じるな、コインだけを信じろ。いて、やばい、ジュニア間違った、ジュニア、これジュニア投げれる、いける、ジュニア、あジュニア、うまい、エイムが神、スプラトゥーンやった方がいいよ君。前もこのセリフどっかで言ったことある気がするんだ。さあこれ潜る、アイテムがね無限にストックできるんだよね、無限じゃね5個かな、最大ほら5個ストックできてるじゃない、タヌキマリオだから、やられることがほとんどないね、このゲーム。普通にこのアイテム使えば、わ、今潜ったのでかいね。お、3回目あ、で、最後、あ、ひび割れてるんだ。潜るいや、カオスすぎだろ。いけこれは月の編集ね、嘘。あらゆるアングクルが来たね。ナルト連弾みたいな感じで、ね、ナルト、お、飛べるの、ネッシーって。待って、くしゃみ出る。ごめん、どうしよう。失礼。やばすぎ。最後、何その、ちょっと、トムとジェリーみたいな感じ出してきて。かわいそう。っていうか、ネッシーもでかくなれたんだね。うわぁ。打ち上げクッパ、え、終わり、あ、見て、太陽も猫になってる、なんかピカチュウを彷彿とさせるね。いや、マジテイテ、お、あ、これ分かった、我が輩が一体何をしていたのだ、マリオ、そうか、お前が助けてくれたのか、いつもあんなことをして悪かったのみたいな感じになる、間違いない、見てて、みんな、やった、パパが元に戻ったよ。え、あ、お礼しに来た、さっきの私の読みと一緒だね。は、お前本当にトムとジェリーみたいになってじゃん。え、トムがどっちでジェリーがどっちだっけ、猫の方がトムな、わかんねえや。うわ、せっかくニャース助けてあげたのにロケット弾、本当にいいんだよジュニア、ごめんなのだマリオ。お前もかよ。いや、私は吹き替えやろうと思って、ごめんなのだマリオ、今回は許してほしい。あ、まあまあ、見よ、ヤッフー、ヤッフー、うわー、びっくりした、気持ち悪いな。びっくりした、いや、面白かった、超楽しかった。なんかね、この少ない感が意外と好きかもしんない。これ今回ちょっとおまけ要素的な感じじゃないですか。まあおまけ要素としてはすごい楽しかったんだけど、これがメインでクリアまで20時間とかかかると、まあそれはそれで楽しいのってかと思うけど、なんか軽くやれるなっていうのがすごい私の中で楽しかったね。いいね。これ多分全部ね、ジュニアの絵なんだよね。よし、ってことで、このシリーズはこれで終わろうかな。裏ボスいるなら裏ボスやりたいんだけど、いるのかな。さっき見たけどコメントにね、スター社員100個集めたら出るよって言われたんだけど、それが本当かどうか分かんないんで。でも大抵ゲームっているよね、裏ボスだ。今回さっきも言ったけど、おまけ的な感じだから、そこまで作り込まれてるかって言われると、まあどうか分かんないんだけど、あ、これね、これ私の名前ないかなみたいなことを前なんかの動画で言ったんだよね。ペーパーマリオかな。そしたらなんか協力者みたいな英語で書いてて、 You areプレイみたいな、そのあなたのプレイもそのこのゲームの協力者ですみたいな、そういう感じのが確かペーパーマリオあったんだよね。だからこのスタッフロールも意外とね、さすが任天堂さんだよね。ないかな、なんか your hand みたいな、あなたの手の力によってみたいな。ちょ、私のもうトーク力が持たないんでこんな喋れないんですけど、ジュニアは何をやってんだ。お、Thank you for playing. あ、あ、100個ある !100 分の 50! やっぱ100個で裏ボス出る説が出てきたな。ちょ、やってみようか。どっからなんだろう、これ。こういうのって基本クッパが元に戻ってない時からスタートなんだよね。だからクッパはエンディングでは元に戻ってるけど、多分元に戻ってないと思うんだよね。なんかゲーム大体ラスボス倒せてない状態で戻んない。お、え、ま、めっちゃ炭増えてんだけど。私解放した。
なんか元に戻ってない？若干。わあ、クッパエリアが出たんじゃない？本当はこの湖で父さんとのんびり過ごすはずだったんだけどな。あ、猫社員がありそうなところに目印をつけといたんだぞ。お父さんも戻すのを手伝ってくれるような。やっぱあれだね、とジュニア伝えたい。戻ってない時に増えてんのか。島とかも増え、いやこれまだやりたいね。よし、今日これで終わろうかな。これ一番最初だね。このもっこりしてるとこ、これ確かマリオが一番最初落ちてきたとこなんじゃないかな。うわー、ここ崩した。おお、なんだ君、キノピコ隊長。え、これ連れてこいみたいな感じ。この上のキノピオとか、え、いるのかな。ちょっとだけやってみようか。進んでみよう。お、ジュニア、おお、すごい。あんまりないね、ジュニアとマリオの思い出みたいな。あー、エモい。看板に落書きしちゃえ。お、待って、終わろうかなと思ったんだけど、あれがいる、キノピオ隊長。一番最初なんか救ってほしいみたいなあったよね。これ多分これ全員敵やっつけると、このキノピオ隊長ね、なんかマリオのゲーム、それこそこれの本編の 3D ワールドいつも襲われてた気がする。お、助けてよ。あ、戻んないのかな、さっきのとこ。よし、終わるか。続けるかどうかはまだわかんないかな。バイバイ。